はいどうも、いつきんです。前回の動画からね、だいぶ日が空いてしまったんですけど、ちょっとね、いろいろと、ありまして、バタバタしておりましたが、エピックセブンはね、変わらず続けておりました。キャンペーンがあったりとか、ちょっとね、いろいろやることが多くて、ゲーム自体はね、ずーっとやってたんですけど、あんまり動画をね、投稿することができなかったんですけど、やっとですね、来ましたね、ストラゼス。もう、皆さんね、引かれてると思います。昨日、ちょっとメンテナンスとかが長引いて、実際にね、まだ育成中の人もいると思うんですけど、もうなかなかね、やばいという評判が、Twitter とかでもね、目にしているんですけど、かなりね、やばそうです。で、スキルはね、もうスキル2と3上げちゃいました。これはね、フルモラしてもまあいいんじゃないかなっていうぐらいのパワーありますので、まあね、悩んでる方は迷わず上げちゃっていいと思います。で、装備はスピードと免疫セットで、先に今回ステータス見せますと、こんな感じですね。攻撃力4000オーバーと、スピード212。ストラゼス自身は結構早い部類なので、まあ、上を取って、一人持っていくというような使い方をしたいと思います。で、異物に関しては、今回はちょっと肖像画を使っていこうかなと。まあ、汎用性の高いものですね。ただ結構最近早いアタッカーが増えてきて、ストラゼスがワンパンされてしまう心配がある人は、勇猛の証だったりとか、あと竜鱗の鱗を、つけてもいいのかなと。耐久性とダメージをアップ狙って、つけてみるのもいいかと思います。はい、でストラゼスのスキルに関してなんですけど、これもちょっとね、解説を軽くしていきたいと思います。注目されているのがこのスキル3、星の消滅ですね。敵全体攻撃で最大生命力が最も高い相手の防御力を30%貫通する。さらに、ストラゼスの攻撃力が高ければ高いほど、相手の攻撃力との差分で最大100%まで防御力を貫通できるようになります。で、じゃあどれぐらい攻撃力の差があれば貫通するのかっていうところなんですけど、まあ、大体タンクの攻撃力が1600とか1500とかぐらいなんで、それの大体倍ぐらい、3000から3500ぐらいあればほぼほぼ100%まで貫通できます。なので今回僕が使うストラデスは4100ぐらいにしてるので、まあ大体タンクの防御力はマックスまで貫通することができると。その代わり、結構耐久力の高いラビーだったりとか、シャルロッテみたいな、相手に対してはちょっと攻撃力が足りないので、貫通しきらずにワンパンできないかもしれないですね。まあ、その辺はストラゼスで抜く必要ないので、他のキャラで倒していくというふうな感じにいきたいと思います。で、このスキルにもね、結構強いと僕は思ってます。こちらも敵全体攻撃で強化効果を解除。2つ解除ですね。で、相手が自分より攻撃力が低い場合は、効果抵抗率を無視するということで、まあ、ほぼほぼね、相手の強化効果を全部、効果抵抗無視で解除できてしまうということでね、これもね、また、とんでもないスキルが来たなという感じの、性能になっております。まだ引くかどうか悩んでる人は、もうストラゼス絶対に強いので、引いた方がいいと思います。結構環境を久々に壊しに来たんじゃないかなっていうキャラですね。はい。ではまず1戦目から見ていきましょう。最近ちょっと闘技場できていなくて、チャレンジャーの、レベル帯になります。で、今回の編成は結構よく見るタイプの編成ですね。闇セシと、ポリティス、ロエンナ、そして闇川と、言ったオーソドックスなタイプになります。まあ、こういう相手に対してのメタとして今回ストラドレスが実装されたという感じがするので、まあね、とりあえずお試しということでやっていきます。今回闇セシが、シールドがついてますね。で、シールドの上からスキル3を、バフなしで打っていきます。はい、27000ですね。なので、シールド分合わせたら多分3万ぐらいは出ているのかなと、いった感じですね。もうほぼほぼ耐えれるキャラはいないですね。
闇セシで3万1000とか3万2000ある人もいるので、もしかしたらっていうところなんですけど、まあ多分ソラゼスなら余裕で、抜き切ると思います。もうほんとタンクはね、タンクというかまあ耐久型に関してはめちゃくちゃ強いタイプですね。そしてロエンナに対してもメタがあります。ロエンナが基本的にソラゼスより後に蘇生を打つので、それをスキル2で消していくということで、ストラゼスだけで、高耐久の英雄、そしてロエンダにも対応してくると、いうところで非常に対応の幅は広いキャラクターだと思います。ただですね、今日、実装から次の日なんですけど、もうね結構ストラゼスに対応したパーティーっていうのは増えてきていて、タンクを増やしたりだとか、あと誰が HP 高いのかわからないような編成にして、闇セシが高いのかなって思ったらルエルが高かったりとか、結構ねいろんな、試行錯誤はね、してる人が非常に多かったので、そういう編成はやっぱりねストラゼスで攻めるのはちょっと怖いなっていう、感じがあったので、まあ、まだまだ使い方次第だと思うんですけど、まあ、かなりストラゼスぶっ壊れな性能だと言われているんですけど、まあ、間違いないんですが、まあ、そこそこいいバランスにはなってるんじゃないかなと、まあ、この先またどうなるか分かりませんが、結構攻めにくいパーティーも全然あるので、まあ、環境を変えるという意味ではいいキャラかなと思います。で、スキル3とか打った後もですね、割とやること多くて、スキル1もまあまあスキルレベル振ってない割には火力高いですし、まあ置物になることはないかなっていうところですね。はい、で結構ねスキルターンも早いですね。スキル1にゲージアップがあるので結構加速してくれるのでね、はい、ロエンナにも2万8000という感じです。はい、2戦目になります。このパーティーはストラゼスを意識したのか HP 高そうなのがいっぱいいますね。というわけでスキル3を打っていきます。シールドの上から、ルエルが一番高かったみたいですね。2万6000で倒すことができました。ルエルが一番 HP 高くなっているとこんな感じでルエルが最初に死んでしまうので、僕がですね戦っててちょっとストラデス使いづらかったなと思ったのが、ナイトが一番高いHP にしておいて、でルエルをですねスピード高めにしておく、で、ソラゼスがスキル3をナイトに打って倒した後に、時点でルエルが復活させると、いう動きをされるとソラゼスのスキル3が、無駄になってしまうので、ちょっとそれはね戦ってて嫌でしたね。なので結構工夫次第ではソラゼスを攻めにくくできたりもするのかなと思います。でやっぱりこの高耐久がいっぱい並んでるとさすがのねストラゼスも一度にはね倒せないので、スキル3が回復するまではちょっと時間がかかるので、その辺もねちょっと編成によってはきついのかなというところがあります。でリセリアとかね使ってスキル3のターンを回復させようとか思ったんですけど、やっぱり現環境はねポリティスがいるのでなかなかね使いづらくて、リセリアを使うとポリティスが反応してスタンさせられちゃったりとかねしたので、ちょっとねリセリアは使いづらかったです。ただ GV とかだともしかしたら連続でねスキル3 2回打って2体取ればもうほぼほぼ勝ちでしょうから、そういう戦い方もできるのじゃないかなと思います。さあもうこうなったらあとはまた1体取って完封という感じですね。やっぱり高耐久には本当ダントツで強いです。特に高耐久はねスピードが遅いのでもうガンガンソラゼスが動けるので非常にね試合時間も短く終わることができます。はい、では3戦目になります。噂のオペレーターセクレットを、使うんですが、今回相手シールド貼ってないので
これがシールドがね、相手張ってれば効果抵抗無視で、100%、状態異常が入るんですけど、今回はついてませんが、それでもね、かなり使いやすいので、ちょっとオペレーターセクレットは今装備をね、作成中です。まあ、ゲージダウンさせて、スキル3で落としていくと。今回は誰かな？はい、クラウですね、かなりのダメージが出ました。で結構ね、その他の相手にもダメージが与えていて、カバツでね光スーリン取ろうとしたら光スーリンも死んじゃいました。かなり対象以外へのダメージも期待できるといったところでしょうか。ただやっぱりですね、スーリンが苦手だったりとか、あとスピードがねもうちょっと欲しいかなと感じたので、攻撃力もうちょっと落としてスピードを上げた方が使いやすいかもしれないですね。キツネツの黒煙は近づいた。そなたの限界を示してみよう。私を頼りすぎる。そこです。おやめください。そこです。逃げないなら燃やす。支援します。愚かだったのはこれが私の。はい、というわけでストラゼスを使ってみたんですけど、もうちょっとねステータスの調整が必要なのかなと思います。火力はですね十分あるので、クリダメを下げてスピードを上げたりとかちょっと工夫をしてですね、こんなにねクリダメいらないかもしれないですね。200ぐらい最低あれば十分なんじゃないかなと思うので、その分攻撃力上げて、あの防御無視の範囲を広げたりとか、あとスピードをね212だとあのだいたいですね闇セシとかが220とかあったりする人が結構多いので、そういう相手だとスキル無効でソラゼスが一旦ね無駄になっちゃったりするんで、それを考えるとスピードを一層下げてしまうか、もっと上げる230とかまで上げた方が闘技場では使いやすいんじゃないかなと思います。GV に関しては200ぐらいあれば、全然上取れる機会あると思うので、そんなにね、目指さなくてもいいのかなという感じですね。はい、で、まだまだねちょっとね調整、今日ねあのメンテナンスが長かったのであんまりね試行錯誤もできてなくてパッと使ってみただけなんですけど、もうちょっとね、今日 GV もあるのでいろいろ試して、もう少しね連動を上げていこうかなと思います。その時はねまた動画上げますし、ちょっとね闘技場最近サボりすぎてるので、YouTube の、ライブ配信でちょっと闘技場をね、私あの誕生日だったので記念にね、闘技場配信をちょっとしようかなと思ってるので、またねその辺は告知の方したいと思うので Twitter の、フォローの方お願いします。というわけで今回は、少し短いですが以上となります。ご視聴ありがとうございました。